玉川ダムは、秋田県仙北市、一級河川、小物川水系玉川に建設されたダムである。国土交通省東北地方整備局が管理する、国土交通省直轄ダムで、高さ100.0メートルの重力式、コンクリートダムである。小物川水系に建設されたダムの中では、最大規模のダムであり、玉川、小物川の治水と秋田市や秋田平野への離水、そして、 玉川の水質改善を目的とした特定多目的ダムである。ダムによって形成された人造湖は宝泉湖と命名された。玉川は、お物川水系においては、水瀬川、成瀬川、薬内川とともに、お物川次第河川と呼ばれる主要な支流である。八幡平付近を水源とし、玉川温泉を経て、ダム地点を通過、日本一深い湖。 田沢湖の東側をおおむね南向きに流れる。その後抱き返り渓谷などの継承地を形成し、桜並木で有名な角の達付近で日の木内側を合わせる。その後は南西に流路を変え、大曲市付近で小物川へと合流、日本海に注ぐ。ダムは多摩川の最上流部に建設された。ダムの名称は河川名から貯水地の名称は水没した地域が、 宝泉平と呼ばれていたことからそれぞれ命名されている。なお、完成当時の所在自治体は、仙北郡田沢湖町であったが、平成の大合併により、周辺自治体とが合併して、仙北市となっている。1935年より、内務省主導で施行された、下水統制事業は玉川も対象となった。戦争による、中断の後1950年の国土、 総合開発法の施行に伴い、お物川水系は、アニタ沢特定地域総合開発計画の対象となり、河川総合開発事業が実施された。お物川本川には、ダム建設の適地がなく、支流にダムを建設し、治水、利水を図ろうとした。建設省東北地方建設局は、玉川をはじめ水瀬川とその支流の成瀬川、 および薬内側に多目的ダムを建設する計画を立てた。玉川に鎧畑ダム、水瀬川に水瀬ダム、成瀬川に魚沢ダム、薬内側に河合ダムをそれぞれ建設して、おも川の地水安全度を向上させようという計画であった。鎧畑ダムは1957年に、水瀬ダムは1963年にそれぞれ完成したが魚沢ダムは、 早々に計画が立ち消え、河合ダムも1960年代半ばには、計画が消滅し四大河川にダムを建設する、計画は不完全なまま終了した。鎧畑、水瀬の両ダムは完成後秋田県に管理が移され、建設省による河川改修は、堤防整備などに重点が置かれていた。だがその後も治水計画上問題となる洪水が起き、さらに、 秋田港を中心とする秋田市の日本海、沿岸地域が新産業都市の指定を受けたこと、流域市町村の人口増加などによる水需要の増加、流域農地の急速な拡大や合理化による収穫港の増大などがあり、地水のみならず利水の面においても、さらなる河川開発が要望されるようになった。鎧畑ダムは、洪水調節と水力発電の目的しかなく、 新たなる水源確保に迫られたことから鎧畑ダムの上流、宝泉台地点に大規模な多目的ダムを建設する計画を立て、1973年より多摩川総合開発事業として特定多目的ダム法に基づき多摩川ダムの建設に着手した。多摩川発電所。ダム直下に建設され、秋田県営の水力発電所としては最大級。 ダム建設に伴う水没世帯数は118個に及ぶことから、保証交渉は難航し、水源地域対策特別措置法を1977年適用した。この結果1978年には保証交渉が妥結し本体工事に着手した。工事にあたっては、コンクリート打設の合理化施向を目指し、大型汎用機械を使用し、超高練りコンクリートを創上に仕上げていく。 r c d 工法を採用したことにより、工期の短縮を図るとともに、経済性、思考の安全性向上を実現。1990年に17年の歳月を費やして完成した。目的は、ダム地点において、毎秒2800トンの計画降水流量を、毎秒200トンに低減し、玉川、小物川流域の治水安全度を高くする、洪水調節。 人代地点を基準に環境水利県分の用水補給を行う不特定利水、玉川、小物川沿岸農地約1万2000ヘクタールに対する新規開拓農地への考え、秋田市へ日量11万3900トンの上水道と日量45万2500トンの工業用水道、供給、秋田県多摩川発電所による認可出力2万3600キロワットの 水力発電である。小物川水系の河川総合開発事業は、玉川と水瀬川が完成し、現在成瀬川において、成瀬ダムの建設が国土交通省によって進められている。包み高113.5メートルのロックフィルダムである。なお、四大支線のうち薬内側には、最終的にダムは建設されていない。玉川ダムの目的は前日のほか 玉川酸性水中和処理施設と連携して行われる玉川の水質改善がある。玉川は原流部に玉川温泉、新玉川温泉を有する。両温泉とも湯治場として多くの入浴客が訪れる観光地であるが、温泉の水素イオンロードは、源泉時点で pH1.1 と、あたかも家液化塩酸が流れているような共産性の水である。 温泉から流出する共産性の水は渋、黒川を経て玉川へ流入する。このため古くから玉川毒水と呼ばれ、魚介類は全く生息せず、水田に流入して稲の腰を招き、久保田藩佐竹氏の時代から問題となりたびたびの対策が図られていた。だが、いずれも成功せず、 特に1940年の田沢湖を利用した中和事業では逆に田沢湖が共産性になり魚が全滅するという事態になった。このため、玉川ダム完成後の1993年より、玉川酸性水中和処理事業を建設省主体で実施した。これはすでに実績のある、東川酸性水中和処理事業を参考にしている。簡易的石灰石投入による、 直接中和は1972年により、東北電力の協力を得た秋田県により実施され、徐々に多摩川の水質は改善されていたが、多摩川ダムを利用して中和促進の向上を図り、下流の多摩川投資高地点で利水に適当な水質に調整することを目的とした。2004年時点では、多摩川投資高付近で、PH6.9、田沢湖で、 pH5.8 まで回復し、玉川の水質は改善されつつある。これによって、従来は不可能であった玉川流域の灌えや秋田市などへの浄水道、工業用水供給が可能になった。流域300年の悲願であった玉川独水の解消が玉川ダムによって実現したのである。ダム派ともすれば、環境破壊のゴンとして求断されるが、本件はダムによって、 河川環境の改善が成功した例である。宝泉湖。青い湖水が特徴的。奥に見える間接した山は、八幡平。宝泉湖空撮。東北第三位の貯水容量を誇る。ダム湖は完成直前の1989年に、一般公募で宝泉湖と命名されたが、この宝泉湖は、総貯水容量が約2億5000万トンと、 東北地方の人造湖では、奥田ダミ田美湖、多護倉湖に次いで3番目の貯水容量を誇る大貯水地であり、全国屈指の人造湖でもある。2005年には、財団法人ダム水源地環境整備センターが、選定するダム湖100選にも選ばれている。地図で見ても、すぐ下流にある、鎧畑ダムの秋、木湖と比べ巨大であることがわかる。上流の中和施設から流出した。 石灰水を宝泉湖において、拡張、中和させることを目的としているため、宝泉湖は青白い湖水をたたえている。国道341号沿いにあり、ダム建設に伴い福音の狭かった国道の拡幅、整備が現在も進められている。周辺地域は、とわら八幡体国立公園に指定され、田沢湖、玉川温泉のほか八幡体、角野建、 抱き返り渓谷等の観光地がひしめく。交通も秋田新幹線、田沢湖駅等交通のアクセスも良い。このため、観光客が多く新しい観光地ともなっている。ありがとうございます。